それは誰が描いた絵ですかこれは私が描いた絵です。それは誰が描いた絵ですかこれは友達が描いた絵です。それは誰が作ったケーキですかこれは私が作ったケーキです。 それは誰が作ったケーキですかこれは母が作ったケーキです。それはどこで買った時計ですかこれは日本で買った時計です。それはどこで買った時計ですかこれは 友達にもらった時計です。あの、メガネをかけている人は誰ですかああ、あの人は、ゆかさんです。あの、メガネをかけている人は誰ですかすみません、わかりません。 初めて習った外国語は何ですか日本語です。初めて習った外国語は何ですか英語です。よく行くスーパーはどこですかビッグシーです。よく行くスーパーはどこですか うんロッテマートです。何をなくしましたか昨日買ったカバンをなくしました。何をなくしましたか友達に借りたカバンをなくしました。何を忘れましたか 友達にもらったプレゼントを電車に忘れました。何を忘れましたか母に買ってもらった時計を駅に忘れました。何を見ましたか靴を履いている犬を見ました。 何を見ましたか公園で遊んでいる子供を見ましたどんな人が好きですかたくさん話す人が好きですどんな人が好きですかたくさん食べる人が好きですどんな人が 嫌いですかすぐに怒る人が嫌いです。どんな人が嫌いですかすぐに泣く人が嫌いです。何が欲しいですかうーん、窓がたくさんあるうちが欲しいです。 何が欲しいですかうーん、子供と遊ぶことができる広い部屋が欲しいです。うちで復習する時間がありますかはい、あります。うちで復習する時間がありますかい,いえ、 ありません。<laughs> 今、ちょっと話す時間がありますかはい、何ですか今、ちょっと話す時間がありますかすみません。今、ちょっと忙しいです。今晩、 約束がありますか恋人とデートする約束があります。今晩約束がありますか友達と食事する約束があります。